ングランドプレミアリーグのビッグクラブの選手が極東にやってきた結果、ジェシー・リンガード、FC ソウル、17試合1183分3ゴール、草。香川真司、韓国ならパクチソンおったやろ。ビッグクラブじゃないか。ほならね、ユングベリの成績見せたろか。坂豚おっさんたちがフォルラン効果があって騒ぐだけでなんも変わんない。イニエスタはそこそこ活躍した。大怪我の後は劣化がひどかったけど。リンガード今韓国におるんか草。マンチスターユナイテッドに今必要な選手かもしれん。どんだけ金積まれてもやる気出さんからな。元からこんなもんやろ。成績ってリーグレベルに合わせてしまうからな。プレミアって攻撃陣にとってはやりやすいというよね。ハーランドとかセリエとかリーガ行ったら得点半減すると思うわ。プレミア攻めるチームばかりだし代表見てるとそんな気がする。まあ大元というか本質がキックラッシュの国だしね。だから中盤にはコントロール能力よりもボックスとボックスが求められるわけだし、スペインやイタリアと志向してるサッカーがまるで違う。リンガード、ウエストハムで復活したかと思ってたのにどうしてこうなった。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。